ブローニングスーパーポーズドは初期の中折れ式上下に連散弾銃。本銃は銃の歴史に名を残す天才発明家ジョン・ブローニングが最後に設計した銃である。開発は1920年代初頭でジョンが自動式でない銃を設計するのは久々であった。ジョンはこの銃がどう製品化されるのかを見るためのベルギー旅行中。 1926年11月26日に休止している。ジョンの死後、ベルギー旅行にも同行していた息子のバルブローニングにより、設計が完了した。オリジナルが製造されたのは1931年から1939年で、当初よりすべてがベルギーの FN ファースタルに製造委託された。プロダクショングレードは、グレード1、ピジョン、ダイアナ、 ミダスであった。戦前モデルは12ゲージのみで、欧州における第二次世界大戦の激化とベルギーの戦いで、連合国が敗北し、FN ハースタルもナチスドイツの占領下に置かれたことで、生産中止となったが、1939年までに約1万7000兆が製造された。第二次世界大戦後、スーパーポーズドは1948年より生産が、 再開された。1949年からは20ゲージモデルが追加され、1963年からはシリアルナンバーの割り振り規則の変更とともに28ゲージ、410ゲージモデルも追加された。その後数度のシリアルナンバーの割り振り規則変更を経ながら最終的に1986年まで製造された。1963年以降は、 正確な創生算数の算出は困難になっているが、少なくとも1962年までに12万兆以上は製造されていた。スーパーポーズドの名称は直訳すると頂上であり、重心を日本上下に重ね合わせるという1923年に特許を取得したサイのジョンのデザインスケッチに基づいている。 翌1924年には閉鎖機構をより洗練された構造に改めたデザイン図の特許も取得し、この二つの特許がスーパーポーズドの原型となっている。スーパーポーズドは銃器の歴史上大規模な商業的成功を収めた最初の上下二連方式の三段銃である。上下二連方式自体は1九百九年にイギリスのボスカンパニー、九百二十年に 同じくイギリスのジェームス・パーディアンドサンズといった、俗に、ロンドンガンと呼ばれる超高級水平二連三弾銃を手掛ける工房により、商品化がされていたが、これらは極めて高額な価格のメーカーであり、米国の庶民が手を出せるような代物ではなかった。ジョンは、ロンドンガンのメーカーが、すでに確立していた設計を踏襲するのではなく、より安価で頑丈な、 全く新しい設計の銃を作り出すことを試行したが、ジョンはスーパーポーズドの引き金と重心切り替え機構の設計に苦慮し、結局その完成を見ぬまま、よう去ったため、息子のバルが残りの設計の多くを完成させた。FN ハースタルとバルブローニングの間で委託生産契約が成立すると、スーパーポーズドのプロトタイプは1920年代後半には完成し、 1928年には欧州市場向けの限定的な出荷が行われ、1931年には米国市場向けのグレードアイの大量生産が開始された。スーパーポーズドは1931年から1939年までは上下の重心を独立して打ち分けるための2本の引き金のみがラインナップされていたが、バルブローニングはスーパーポーズドのために 通常の完全独立型の両引き引き金とは別に両引きでありながら前後それぞれの引き金のどちらを選択してもその引き金を2度連続して引くことで上下の重心を連続発射できるという革新的なツインマイナスシングルトリガーを設計して1931年に米国特許を取得1933年よりオプションとして選択を可能とした ツインマイナスシングルトリガー仕様のスーパーポーズドは当時のスポーツシューターの間で人気を博したが構造が複雑すぎたために1939年により単一の引き金で上下の重心を切り替えて射撃できるよう安全装置と一体化した重心切り替え機に置き換えられた。なおツインマイナスシングルトリガーは戦後の日本製の三段銃でも採用例があり 魅力製作所による OEM 供給が行われていた川口や林重宝火薬店の KFCLV シリーズ水平2連にて初夜から二の夜を前引き金で、あと引き金から先にも引ける両端引きという触れ込みで採用されたモデルが KFCLVDS として両引きの LV、単引きの LVS と共に販売されていた。閉鎖機構は開閉レバーと連動する幅広の ロッキングボルトが重心のダボと水平方向に噛み合う水平二連銃の機構に準じた構造で重心上部側にクロスボルトなどの機構は用いられていない。撃鉄は機関部内蔵型で撃鉄バネは当時の中折れ式三段銃や二連小銃の主流であった松葉バネではなくジョンが開発した自動火器や反復式小銃の多くで採用実績があり 安価で接損の危険性も低いコイルスプリングを全面採用した。開閉レバーを操作して重心を中折れさせた際に激鉄のコッキングと自動式エキストラクターによる薬莢の排出が同時に行われる。これらの一連のアクションを行うリンケージアームは機関部の底面に配置されており、重心を中折れさせた際には機関部底面にヒンジを開けたような特徴的な穴が、 現れる。このような構造は、可動機構が機関部の下部に集中するため、低重心が実現できる反面、機関部底面の開口部が大きくなるために、強度の面で不安があるとされている。しかし良質な鋼と高い製造技術、革新的な機構を有したスーパーポーズ度は、1931年の世界恐慌の後の不況に対応して大きな値下げを断行したことにより、 1934年により、売り上げが倍増していき、米国市場において、それまで主流であった水平二連式三段銃を、た叩く間にしのぐ人気を獲得した。スーパーポーズドは事実上、今日も、クレー射撃においては、支配的な地位を占めている、上下二連方式の始祖とも言える銃であり、故に、今日の上下二連三段銃とも極めて近い外見を、有しているが、 テイクダウン構造では明確な相違点が見られる。今日の大多数の上下二連三段重は、テイクダウンの際に先台を重本体から取り外して、中折れさせることで重心と機関部を分離できるという、元折り、単身重や水平二連重とほぼ同じ構造が踏襲されているが、スーパーポーズドア先台のラッチレバーを起こした後、先台を前進させてから重心を中折れさせることで、 重心と機関部の分離が行える構造で、先台を重心から取り外す必要がなかった。しかし、このような構造は、フィールドストリップの際の先台の紛失や置き忘れ、両場を移動中の脱落といったリスクがない反面、一般的な先台を分離する構造の上下に連散弾銃よりも、本質的な製造コストが高価であり、欧州全体の労働コストの上昇から、 FN ハースタルでの製造では価格競争力の維持が困難となっていった。ブローニング・アームズにおいては本来はスーパーポーズドは上下2連散弾重の看板商品であったが1966年より日本の魅力製作所と技術提携を行い1973年にスーパーポーズドをベースにテイクダウン構造をより一般的な先台を分離する方式に改めた。 ブローニングシトリを開発。スーパーポーズドの廉価版とも言えるシトリの量産体制を魅力製作所に集約したことで、スーパーポーズドの位置づけは、ブローニングアームズの普及品から最高級品へと変化した。現在も魅力が製造を続けるシトリと、ジョンが発明したスーパーポーズドの相違点は先代の構造など数点しかなく、ジョンの元設計が、 いかに洗練されていたかを如実に示すものとなっている。1977年、ブローニングアームズは量産品としてのスーパーポーズドを製品カタログから削除し、完全な受注生産品へと移行させた。スーパーポーズドという名称の三段銃の生産は1986年で終了したが、ベルギーの FN ハースタルでは、スーパーポーズドの直接の後継品として、 FN ブローニング上下二連三弾銃の受注製造が継続されている。FN ブローニングはスーパーポーズドと同様のテイクダウン構造を有しており A から D までのグレード分けが行われている。その中でも日本で知名度が高いのは1988年に登場し FN ブローニングの中ではクレー射撃専用銃の高級品として比較的製造数の 多かった FN ブローニング B25 と3ピース構造の先代を有する最高級品の FN ブローニング D5G であろう。スーパーポーズドの名跡を継ぐ FN ブローニング上下2連は今日のクレー射撃の世界ではイタリアのピエトロベレッタやペラッチの遥か後人を排しているが、米国では現在でも上下2連3弾銃の最高峰としての格式を維持し続けているという。 ありがとうございます。